おはようございます、こんにちは、こんばんは。私はただいま相鉄線の海老名駅に来ております。本日は2023年の2月下旬ということで、相鉄が東急と直通運転を開始する前に撮影をしております。ということで本日はサムネイルとタイトル通り、ホームから改札までの距離がめちゃくちゃ長い駅のご紹介です。ということで早速移動していきましょう。ここからは各駅停車新宿行きに乗車します。列車は埼京線の E233系です。さあ海老名を発車です。そして目的の駅に到着いたしました。まずは乗ってきた各駅停車新宿行きを見送ります。ということでやってきたのは柏台駅でございます。まずはこの駅について軽く説明していきたいと思います。柏台駅は相鉄本線にある駅で、海老名駅の次の駅となっております。1975年に開業したこの駅は、1日の利用客数は1万5000人程度が利用し、各駅停車急行快速の停車駅です。相鉄が東急との直通運転を開始するにあたって、相鉄線には急行がなくなってしまいましたので、今では各駅停車の快速の停車する駅となっております。そして駅の構造は2面4線の構造で、今立っているのが横浜方面の3番4番線ホーム。駅構造としては対比可能駅の構造ですが、横浜方面の列車は主に3番線、海老名駅の列車は1番線を使用し、2番線4番線は駅に併設している相鉄線の柏台の車両基地への入庫及び出庫の回送列車が原則として使用しております。駅のホームからは柏台の車庫が見え、ちょうど東急直通のための試運転をしている東急の車両もおりました。ということでここからは本題に入っていきましょう。本題はホームから改札までが長すぎるということなので、まずは西口から見ていきたいと思います。エスカレーターを登っていきまして、エスカレーターからだいたい20秒程度で改札に到着いたしました。まあこれが普通、ごくごく一般的なホームから改札までの距離だと思います。しかし東口は全く違うんですよね。ということでお次は東口に行きましょうか。東口へ歩いて向かいましょう。なんか乗務員さんとかが使う業務用の階段につながる場所かなと思えそうなくらいのホームドア等の間隔が狭くなっておりますよね。そしてその先にある階段を登って行きます。そして階段を上り切ると東口は向こうということで、矢印の方向に進んで行きます。そして下に降りる階段があり、階段を下っていくと普通だったらそこに改札がすぐにありそうですよね。階段を降りると改札はなく、長い通路が続いております。改札の彼女も見えないくらいの長い通路となっております。
そして3分以上歩きまして、ようやく東口の改札にやってまいりました。めちゃくちゃいい運動になりました。改札からホームまで長い駅としては、上越線の群馬県にあるもぐら駅こと土合駅が有名ですよね。しかし土合駅はすごい階段が長いことで知られていますが、平面平地でここまでホームから改札まで長い駅は結構珍しいのではないでしょうか。ということで、ここからはなぜこの柏台駅の東口だけこんなにもホームから遠いのか説明していきたいと思います。この東口と柏台駅の開業はとても深いつながりがあるので、早速見ていきましょう。1926年に現在の相鉄本線が開業します。この時相鉄本線は海老名ではなく厚木が終点でした。そして現在の柏台駅付近には駅はありませんでした。そして1941年に相鉄本線は海老名まで開業し、同じ年に厚木までの旅客営業が終了します。そして1946年に大塚本町駅がこの付近に開業します。そして時代は進み、1967年に現在の柏台車両センターがこの辺りに設置されます。そして柏台車両センターが設置された8年後の1975年に大塚本町駅を移転する形で現在の相模野駅が開業し、それと同時に大塚本町駅から海老名寄りに300メートル進んだ場所に現在の柏台駅が新設開業しました。そして2023年の現在に至るわけでございます。とここまで柏台駅周辺の歴史について軽く説明してまいりましたが、柏台駅の東口がこんなにもホームから遠いのは、東口がかつての大塚本町駅であるからでございます。大塚本町駅は相模野駅に移転したとされていますが、駅跡からの距離は柏台駅の方が全然近く、さらに大塚本町駅が廃止後も駅舎は柏台駅の東口として再利用改築され、現在も使用されております。まあここまでをまとめると、柏台駅は大塚本町駅から海老名寄りに300メートル移動した場所に新設された駅ですが、東口の改札は大塚本町駅の駅舎を再利用することとなり、このようなホームから改札までとても長い距離になってしまったというわけでございます。とここまで説明してまいりましたが、最後に柏台駅の東口が大塚本町駅の跡である痕跡がわかる場所があるので向かって行きましょう。ということでやってまいりました。奥が東口で手前がホームということになりますが、よく見ると通路が画面の奥に向けて登っていっているのがわかりますでしょうか。向こうへ進んでいくと高低差があるのがわかるかと思いますが、この柏台駅の東口連絡通路の一段高くなっているこの場所は、かつての大塚本町駅のホームです。かつてのホームを越えて改札もしくは現在の柏台駅のホームに向かうということでございます。この場所からも柏台駅と大塚本町駅は深い関わりがあるということがわかりますよね。ということで本日は改札までめちゃくちゃ遠い柏台駅のお話でございました。ホームから改札までの距離が長いのか、緊急用の駅事務所呼び出しボタンも完備されております。こんなの無人駅の改札で以外あまり見たことがないですよね。そしてさらに東口の改札からホームまでの間にちょっとした庭園もあります。白い砂に石が置かれており、さらに提灯っていうんですかね、灯籠みたいな電灯もあり、とても和風な感じになっております。まあ、一見角度によっては日本庭園かなと思えそうですが、ここは駅の中です。まあ、こういう和風の休憩スペースも重要ですよね。さらにこの画角ではまあ左に線路があるのできついかもしれませんが、右側だけ切り取れば京都のお寺とか神社の渡り廊下ですと言ってもバレなそうな感じになっていますね。とても長い改札までの連絡通路、ここを毎日通勤や通学、お買い物などで利用されている方はすごいなぁと思いました。とても運動になる駅ですね。ということで本日の動画は以上となります。高評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ次はどこに行きましょうかね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。